本日は第4回目の対談を行います。皆さんまたご視聴いただきありがとうございます。本日の対談の相手は宗広裕二さんです。宗広さんは建設コンサルタントの長大の執行役員です。まあ、私の限られた知識でいうと、長大というのは長大橋梁のトップコンサルタントというふうに理解しておりますが、まあ、本日はこの橋梁に限らず質の高い海外事業、還元すれば今後の日本の土木が海外展開する上で大変興味深いコンサルタント海外事業のお話が伺えると、考えています。この対談シリーズのテーマであります土木とグローバル化に関連して、建設コンサルタント、さらには土木技術者が何をできるか、もしくは何をすべきかといった観点でもお話を伺えるのではないかと考えています。それではまず簡単に宗広さんの自己紹介からお願いすることにします。宗広さん、まず簡単にですね、はい、宗広さんのこれまでの、はい、経歴などを、はい、簡単に紹介していただければと思います。はい、承知しました。株式会社長大の宗広と申します。はい、私は出身は栃木県でございまして、はい、大学は横浜、はい、横浜国立大学で土木を専攻していました。はい、で計画をやっておりました。で大学院の交通計画、はい、交通工学を専攻しまして、でそのまま新卒プロパーで株式会社長大で入社いたしました。株式会社長大では最初、まあ、交通それと ITS、はい、これの業務に携わっておりまして、はい、まあ、コンサルタントとして約15年、はい、携わってまいりました。まあ、その間まあ、日本の国内を中心に、まあ、道路交通、はい、安全交通安全、まあ、渋滞問題、環境問題、まあ、そういったコンサルティングや、あと ITS でしたので、非常に最先端の、技術にも触れる機会がございまして、自動運転の開発とか、はい、安全運転支援システムを、はい、自動車メーカー、電機メーカーさんと一緒に開発をさせて、で15年経ったところで、弊社長大も、今の会長、まあ、長屋が、はい、3代目の社長に就任したときに、まあ、大きく会社の経営方針が変わりまして、はいはい、でそこで、事業推進戦略といったものを打ち立てて、はい、でこれからは、コンサルティングに加えてインフラそのもの、事業の、まあ、投資も含めた、サービスプロバイダーを推進していくと、これを経営方針として打ち上げました。でその時に私が、新たに新設された事業企画部というところの、まあ、部長として、もう新規の事業を開発しなさいという、まあ、ミッションを受けまして、でそれでまあ、それから新しい事業って何だろうと、非常に本当闇の中を模索をしておりまして、ゼロからのスタートですね。はい、まあ、キーワードとしては環境とか、はいはい、まあ、新エネルギーとか、はい、まあ、そういったキーワードはあったんですけれども、何から始めていこうというところで、まあ、私がその時に、まあ選んだのが、選択したのが再生可能エネルギー。再生可能、はい、これが2010年です。で、まあ、当時、まあ、太陽光が、はい、出始めて、はい、まあ、その中で私どもは水力発電を、まあ、目指していこうと決めて、それで、まあ、水力の開発を、まあ、小水力ですね、環境に優しい、国内あるいはアジア各国で、うん、ゼロからだったので、
長大はそれまでエネルギーなんてやったことなかったですから本当に実績もない経験もない、はい、人材もいない中でいろいろと案件探しをさせていただきまして、はい、まあ、とても国内では実績のないコンサルは正直あまり相手にされなくてですね、うん、そこでまあ東南アジアをいろいろと回る旅に出まして、なるほどそうするとまあ確かにポテンシャルはございますので、はい、まあ、そういった中で、まあ、どうやってまあそれを案件化していったらいいのかっていうのを本当にもう四六時中考えて、うん、でまあその中でこの、フィリピンのミンダナオ島の、あるパートナーと出会うことができまして、でそこからそのミンダナオ島の小水力の開発、それから、まあ、その同じ地域でのさまざまなインフラの開発を、公共事業ではなくて、予算がありませんので、もう PPP でやろうという方針で、まあ、その地域開発に取り組んできたと。これがまあもう10年、経ちましたけれども、はい、それがようやく形ができてきて、その地域にとっての雇用を生んで、まあ、経済にも多少なりとも貢献をして、はい、まあ、これが一つの地域開発のモデルとして、昨年、まあ、国連の方でもご評価いただきまして、はい、まあ、PPP の一つの、パターンというかモデルが示せたのかな、はい、まあ、そんな取り組みを今は、フィリピンから他の ASEAN 各国東南アジアですね、そちらの方に、その地域のニーズに合わせて、まあ、少しずつこの横展開を、うん、まあ、進めているといったところが、まあ、現状かと思っております。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そもそも私、まあ、専門外なんでよくわからないんですが、まあ、逆に今のお話を聞きますと、まあ、ゼロからのスタートっていうんですかね、で国内では相手にされない、だから海外に自然に目が向いた、非常に面白い展開だなと伺いました。まあ、そんな中でもですね、その例えば PPP やるには地元側のニーズがないと絶対始められませんよね、はい、うんうん、まあ、そこの現地の人ではない、もしくは現地に根付いた事業を今までしてきたわけでもないのに、はい、それぞれの国でそういうニーズをどうやって見つけることができたんですか。はい、やはりおっしゃる通りで、ニーズを何ですかね探しに行ってもそう簡単に見つかるものではないと、うん、というのは私どもも、もう経験をしてきて、はい、た中で一つ、まあ、我々がその地域に入っていく最大の、まあ、理由というか、まあ、基準というか、うん、我々なりの考え方としてはやはり信頼できるローカルパートナー、なるほど、やはりそこが見つかるかどうか、うんうん、それに、まあ、まあそれに尽きると思っております。はい、でそのまあ要は志を同じくする、うん、要は向かう方向が同じパートナーであれば、うん、まあ、彼らが考えるその地域のニーズというのを、うん、我々もまあ信じて、そうですね、それをその地域のためにまあどう、発展させていくのか、そのために彼らの持っているまあ資源リソースですね、うんうん、それと我々がまあ頂戴あるいは日本が持っている、うん、リソース、これをどう組み合わせてその目的目標を達成するのかと、うん、はい、その手法がの一つが PPP だと。なるほど、
ちょっとそんな考え方で、まあ、取り組んでおりますので、はい、やはりそのパートナーがまあ、これが一番求められているニーズだというところを、うん、まあ、我々も、一緒に、ね、まあ、取り組んでいると。なるほど、まあ、そんな感じですね、はい。まあ、その信頼できるパートナーができる、まあ、それは多分ですね、私もアジアのいろんな国での経験があるんで、うんうん、人と人とのコネクション、はい、コネっていうのが非常に重要だと思うんですよね、はい、それぞれの国で。で、信頼できるパートナーを見つけるっていうのは簡単ではないんですよね、うん、本当に時間をかけてやんなくちゃいけない、はい、で、そういうふうに考えますと、一つの、まあ、頂戴という会社だけで、うん、まあ、やることもできるんですけれども、うんうん、もう少し何て言うんですかな、日本が行くのであれば、はい、日本のいろんな会社が持ってるそういった情報を集めて共有して、うん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 、それぞれの会社がそれを使うということもあり得るんですかね。いろんな展開の仕方として経験から どういうふうにしていけば進んでいけるんでしょうか。そうですね、おっしゃる通りだと思っておりまして、はい、まず私は、まあ、一応今海外営業統括部長という立場なので、はい、ODA も私、うん、営業として見ておりまして、はい、ODA と PPP と、まあ、両方のビジネスをやっていく上でやっぱりそれぞれアプローチがちょっと違うのかなと、うん、で、まあ、本日はちょっとどちらかというとちょっと PPP よりのお話をさせていただきますけれども、やっぱちょっと ODA と PPP 違うなと私思っているのは、うん、ずっと思ってきたのが、その少なくとも日本企業、うんうん、日本人同士、日本企業同士って僕はもう競合じゃないなと思ってるんです。なるほど。やっぱりこのアジア、まあ、今のところアジアをターゲットにしてますけど、うん、アジアだけでこれだけの膨大なインフラに対するニーズがある中で、別にその日本企業が一つの案件だけを、ね、うん、競合して奪い合うような世界じゃないですから、うん、もうそこはたくさん、うん、まあ、もちろんいろんなリスクはありますけど、案件自体のポテンシャルはたくさんあるので、それこそやっぱり日本企業同士でもう連携して情報も共有して、でそれぞれの得意分野で持ち合う持ち合で連携をすることで、初めてその、まあ、本当の競合って、まあ、どこなのか、もしかしたら欧米 の企業かもしれませんし、はい、最近であれば中国韓国、はい、そうですね、やっぱりもうまともにぶつかりますし、はいはいはい、あとはやっぱりローカルですよね、はい、ローカルの企業も本当にタイとかマレーシアとかで、フィリピン、インドネシアでさえすごく力つけてますから、これはコンサルに限らずコントラクターもですね、うん、やっぱそういったところと渡り合っていくには、やっぱり日本企業同士は私は連携できるところは連携をすべきだろうというのを心がけて、はい、うん、特にどちらかというと、まあ、コンサル同士もありますが、やっぱりゼネコンさん、あるいはメーカーさん、うん、やっぱりそういった、異業種の方、インフラにとっては必要な、うん、まあ、ステークホルダーの一つですね。そういった方々との情報交換共有、それは非常に意識しながら進めてい る,、はい、いきましたね、自然とですね。じゃあ今のお話聞いてると、その日本の中で例えば建設コンサルタントの業界の中で、はい、うんうん、そういうことを考えてコーディネートするっていうんですかね、はい、そんな仕組みはないんですか、一見にして。今まで、うん、それを積極的にやってきている、うん、まあ、組織というかシステムってなかなかないのかなと。なるほど。まあ、数少ない中で言えば、まあ、やっぱり土木学会の国際センターもその一つだと思ってますし、はいはい、私も教育グループで、はい、関わらせていただいておりますし、あとはまあ健康協、はい、やっぱそこの国際ワーキングとか、あとまあ私が比較的最近関与しているのはエクファ、海外コンサルタント協会、はい、まあ、ここにアジア PPP 推進協議会というのがございますので、はい、まあ、そういったところでコンサルさん、
まあ、ゼネコンさんとかと、はい、あとは岡地さんですね、海外建設協会、うん、はいはいはい、こういったところでそれぞれあるんですけど、あんまりまだ積極的な仕組みにはまだちょっと遠いかなと。な要は結構勉強はお勉強しましょうっていう感じで、情報収集あるいは誰か講師を呼んで、はい、みんなで学びましょうなんですけど、やっぱりもうニーズは現場にあるじゃないですか、うん、現地にあるじゃないですか、うん、やっぱそこまで踏み込んで、うんうん、本当のニーズに対してじゃあ日本企業がこうチームを組んでどうこれをソリューションをね提供していくのかっていう、うん、そういう議論ってなかなかできてないのかなと。なるほどね、はい、そういう状況なんですね、はい、だけど、まあ、建設コンサルタント業界で、まあ、日本のですね、将来的にはどのぐらいやっぱり海外で仕事をしていかなくちゃいけないかっていうのはターゲットあるんですか。はい、はい、まあ、協会としてのターゲットはちょっと伺ったことないですけれども、あ、はい、そういう議論がないんですね、まだね、うん、具体的な。で、まあ、私がその、まあ、高知工科大学で、はい、まあ、修士論文博士論文を取らせていただいたときに、やっぱりまず出発点は、日本の建設、まあ、建設コンサルタント、まあ、エンジニアリング企業ですね、うん、がアジアの中のマーケットで占めるシェアがもう 3% ないと、うん、なるほどいうデータを、これ多分、まあ、私が結構初めて土木学会の論文し、はい、土木計画学科に出させていただいて衝撃的だったんですね、はい、なんでアジアでお膝元なのに 3% もシェアないんだろうと。でやっぱり半分はアメリカ系なんですね。アメリカなんですか。はい、はい、それとあとはまあ欧州ですね、オランダとか、やっぱ資源に強い国とかがアジアで結構シェアを占めてて、はい、それと、まあ、最近で言えば中国、うん、韓国、はい、まあ、こういったところも、あとオーストラリアがシェアがあって、はい、本当に日本はちょっとしかなくて。なるほど。それって、まあ、逆に言えば日本企業にとってはもっとそこにシェアを伸ばすチャンスがあるんじゃないかと。そりゃそうですよ、だし伸ばさないといけないんじゃないかなと、まあ、逆にこれはまあ、本当恐れ多いですけど、これが自分私のミッションじゃないかと、うん、なるほど、それを思ってこれをどう上げていくんだっていうために、はい、まあいろいろ自分がやっているそのインフラのプロジェクトをケーススタディにして、当然たくさんの失敗してます、私も会社に言えること言えないことも含めて。でもそういったものをやっぱそれは一つ一つのリスクを、まあどうこうマネージしていくのかっていうのをやっぱりちょっと体系化して、まあ、それを私の場合は一つ論文として、それは公表しているわけですけれども、まあ、そういったものをいろんな人が持っているそういう経験ノウハウっていうのをやっぱりもっと集めて、なるほど、ね、でそれをまた共有して、またそこで次のソリューションというか、ね、知恵が出てくれば、ね、もっと日本企業が外に出ていって、まあ、そのシェアを伸ばしていくっていうことができるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、そのようになんていうんですかね、頂戴の中で、まあ、ある意味で 100% の宗博さんの能力を使ってそういう事業展開をしてるんですけれども、そのためには多分頂戴の中でそういうことをする人が評価されるシステムがないといけないと思うんですけど、先ほどの冒頭の紹介の中ではそういう評価するシステムがあって新しい事業展開に結びついたのかなと聞こえるんですけれども、そのまあ、私の対談の趣旨からすると、まあ、海外事業ですね、はい、海外事業を何ですかね、背番号に持つような
人宗弘さんみたいな、そうなのかもしれませんが、はい、長大の中では、うん、あの評価されてるんですか、うん、まず、まあ、率直に申し上げると、まあ、残念ながら、うん、弊社の中で海外事業は、はい、現時点では、まあ、ちょっと言い方は良くないですが、うん、まあ、お荷物的な部署、あ、そうなんですか、と言わざるを得ない状況かなと思っています。だいたいシェア的に、あの 10% ございませんので、はい、もう本当今国内が非常に好調なものですから、やはりそれは国土強靭化をはじめ、はいはい、まあ、国内のニーズがあるということなので、そこは当然積極的に、まあ、あのコンサルタントのサービスを提供させていただいていると。ただやっぱり海外についてはこれまでは ODA が中心の、はい、ね、まあ、弊社で言えば橋梁、はいはい、それと道路、はい、それと、うん、まあ、数年前からは鉄道、はい、まあ、この3本柱でやってまいりましたが、まあ、非常に今 ODA のこういった、まあ、あの従来型の経済インフラの、案件が非常に減ってしまっているので、なるほどね、あの非常に厳しい環境の中 で海外の、まあ、事業はどうしても長期にわたりますので、受注も結構波が大きい、うん、まあ、特に ODA ですとね、はい、いい時もあれば悪い時もある、はい、まあ、本当なかなか安定しないで、まあ、やはり海外特有の、まあ、いろんなリスクがある中で、やっぱり原価率も良くない、利益率も低い、まあ、そういう中ではなかなかその会社の、まあ、柱とまだなってないっていうのが現状です、ね、まあ、そういう中で、まあ、とはいえやはり経営方針としてはいつまでも日本の国内の市場が、はい、維持、まあ、維持さえもできなくなるという危機感の中 で、ね、当然海外で の、うん、あのシェアを拡大していかなければいけないし、そこで利益も上げていかなければいけないというところに、まあ、本当に今そういう岐路に立たされている、うん、まあ、そこを何か突破口を開くような、まあ、それもまたミッションを受けているのかなと。なるほど、はい、大きいミッションですね。いや本当に新規事業もそうでしたし、ね、これからさらに海外を柱にしていかなければいけないと、ね、まあ、これはこれでまたやりがいのあるミッションなのかなと思って取り組みました。宗弘さんの周りの若い人たちはついてってくれてますか？そうですね、まあ、今まあ、海外事業本部、はい、まあ、私もそうだな、海外事業本部に所属したのは2年前からなんですね、はいはい、それまではちょっと新事業だったのでちょっと別 の事業推進本部というところにいたんですけれども、まあ、そういう中で、まあ、海外事業本部、それまではまあ ODA が中心だった、皆さんにも、こういう PPP というようなアプローチもあるんだよということを、まあ、この2年間いろいろとディスカッションさせていただいて、はい、まあ、理解もいろいろ深まって、まあ、まだまだ PPP もODA に比べれば、あの受注のシェアは低いですけれども、まあ、やはり収入利益の多様化っていう意味 で、うん、そうですよね、やはり会社経営としてはそこの多様性を持つことが非常に重要だろうという意味では、やはりこの PPP とか民間の事業というのはあのそういう役割があるんじゃないかなと思っております。で、まあ、これからそういう方向で続いていくためには、まあ、長大だけじゃなくて、はい、もっと広く日本の土木全体がですね、はい、そういう方向を私としては期待してるんですが、はい、
若い人たちがそれに関心を持たないとダメですよね、うんうん、はい、その若い人たちに関心を持ってもらうためにはどうすればよろしいんでしょうかね、うんうん。